パワハラ飼い主にうんざりして家出をしたにゃ。捨て子猫だな。わっ、ネクタイでじゃれてます。主任が威嚇された。理由はわからんが、俺はよく猫に威嚇される。近づくにゃ。肉、肉、肉球が当たった。柔らかかった。よかったですね。こっちが捨てたにゃ。撃たれるにゃ。いい子いい子。だけど嫌われちゃったにゃ。猫ちゃん懐いてくれたんじゃ。肉球肉球肉球。あれ、懐いてない。本当に猫が好きだから、威嚇されると3日ぐらいへこむんだ。だから猫に近づくのが少し怖くなって。猫に近づくのが怖かったってことは、俺のために頑張って近づいてくれたのか。さらに感動。そういえば名前はどうしよう。名前悩んじゃいますね。それでは失礼します。じゃあね、猫ちゃん。猫ちゃんどんな感じですか。元気だよ。早く名前を決めてやりたいんだけど。猫の名前を一生懸命考えてあげる。こんな優しい上司の下で働けて。百瀬、やはり猫を飼いたかったのだろうか。泣くほど。おはようございます。俺んちの合鍵ある。いつでも会いに来い。遊ばなくていいにゃ。なでなでマッサージ。別に作らなくていいにゃ。お腹出して寝ると風邪ひくぞ。風邪なんてひかないにゃ。猫ちゃんばっかりだ。さっきの写真、猫ちゃんが多かったので。あ、名前決まりましたか。いつも祖母と一緒にいて。主任っておばあちゃん子だったんですね。うん、マイチューブで動画配信始めた。めちゃくちゃ元気。速攻チャンネル登録した。キュン。子猫ちゃん行ってくるよ。寂しくないか。寂しいわけないにゃ。早く行きにゃ。カバン忘れた。かわいい。まだ悩んでいるんですね。瞑想している。俺と百瀬で拾ったから。白桃。白桃ちゃんいいですね。お前は今日から白桃だよ。名前なんていらないにゃ。気に入ってないにゃ。白桃白桃。なるべく時間作るから、いっぱい一緒にいような。白桃、幸せにしたいよ。本当にと天然にゃ。